皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴッドオブウォー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、息子のアトレスが病で倒れてしまったところ、で今日は、次のメインクエスト病魔ですね、これに向かっていきます。フレアに従ってアトレスを助けねば。そして今の目標、フレアの船でお家へ戻る。あの一番最初のお家か、二人の行こう。さあ船借りて帰ろう。え、船こがないの？アテナか。二度と現れるな。さあ着きました、行こうか。今のシーンも非常に妖艶的でいいね。セリフが一切ない、ほとんどない。で女神アテナ、知り合いなのか。急に出てきたね。さあ戦闘ですね。おっち、あー待って、ちょっと待って、収めさせて。そうそうそう、さあパンチ、これはちょっときついぞ。あの剣が通らない。よし、次。息子さんがね、いてくれたら、どんなに心強いことか。よし。さあ次、3匹目、こいつか。待ってね、後ろに気をつけて、殴っていく。はい。さあラスト、こいつか。ラストじゃない。見えてる。これすげえいっぱいいんな。待ってね、これ何、早く。よし、さあ潰して、お次これ何匹くんだ。よし、さあもう一匹。OK です。よしよし、全員か。でアイテムこれもらって、お家入ろうか。
さっきの一瞬奥さんかと思った。女神アテナ、多分これからも出てくるのかな。さあお家の中、逃げられはしませんよ、スパルタ人。真実からいくら目を背けようとも何も変わりません。あなたは偽りの自分を演じることしかできないのです。指導者、夫、父親、そして逃れられない運命の鎖に縛られている。あなたは変われない。あなたはこれからも永遠に、けだもののまま。そうだ。だがもはやお前の飼い犬ではない。さあ新武器、これ過去作の。よし刀剣か、これ強いわ。でリーチもすごい。なんだこれ。でモーション一緒ですね。ゴッドボス3かな。巻き込んでいける。いやこれは強いぞ。あただこれあれかな、明るできるわ。できないかと思ったけどもできる。よし、あビッタン、はい。でこれも多分ねスキルあると思う。スキルツリー、まあ当然か。さあパリって、よし打ち上げてこうじゃ。よし、これいいね、気持ちいいわ。よしよし、さあ一旦回復、これ決めて、はいラスト。さて幸いなことにあそこに世界の狭間への扉があるではないか。まずは神殿に戻ってからヘルヘイムへ出発するとしよう。さあ次ヘルヘイムか、地獄に行く。こっちね。でその前にスキル、ブレイズオブカオス、混沌の炎、これ取っときましょうね。今経験値2万、2万か。カオスラッシュ、ダッシュ攻撃、これは必須と、ライジングフューリー、これもかな。で、さらに属性攻撃。これもこう根こそぎ取っておこう。よいしょ。照準しながら R2。炎ダメージを与える薙払い攻撃を放つ。
こういう技、こうですね。なるほど。そんなにこうめちゃくちゃ遠くまでは飛んでいかない。まあでもこれだいぶ強いぞ。近距離特化行こうかね。ヘルヘム、さあこれでこっちですね。ブロックの店出発。さっきの話偶然聞いてしまったんじゃが、悩みならわしが話を聞くぞ。心配はせんでいい。わしは秘密を守る男じゃ。優しいな。いつでも聞くぞ。はっきり言うが、お前さんはギリシャ人じゃろ。アテナ、バレバレじゃ。そう、アテナもギリシャ人。よしよし。さあ扉を通って帰ってきてからの強化がしたい。なんだ、おい、書いたことねえ魔術だ。こりゃぶったまげたぜ。なんだこりゃ。寄ってきた。こんなの見たことねえぜ。そりゃおめんところ家宝か。違う、家宝などにはせん。なよ、俺たち兄弟はあのデカブツのためにミョルニルを作った。いいもんは見りゃわかる。こいつは特別だぜ。おい、チビはどこ行った。病に倒れた。嘘だろ。何があった。アース親族か。いや、私のせいだ。故にこの手であいつを救わねば。まあけじめをつけなきゃなんねえこともあるわな。だろ、何かしてやれることねえか。力になるぜ。ついてってやろうか。いや、装備を見てくれ。それでいい。わかったよ。そんなに急いでどこへ行くつもりだ。死者の世界だ。ヘルヘイムか。そりゃただごとじゃねえな。フレッドさん出れたね。お前のこと見てるぜ。装備を見てくれ。心配すんな、ガキは強え。さあこれでブレイズオブカオス、これもか。混沌の炎、まだ持ってない。一個持ってない。あと装備品、これは無理か。特にないですね。あとクラフト、使わしら、これか。攻撃の必死低確率で炎のオーラが発動する。筋力が上昇して体力が少し回復する。これやっとくか。よしと。さあ装備して2レベか。でいきましょうかね。次ヘルヘム、初めての世界。こっちだ。名前からしていかついもんね、ヘルヘム。フレイヤから授かったルーンがあればヘルヘムへ行けるはずじゃ。さあどこでしょう。左下違うな。どこだ。こっちヨトンヘム、アルフヘム、こっちかヘルヘム。あとこれかな、ムスペルヘム。確かにこれが炎の世界で、最後にバルキリアがいるらしい。まだクリアしてません。よしと、行こうか。ヘルヘム出発。まさか本当にここまで来てしまうとは。さあ通路ぐるぐるしてロード中です。どっちだ。そっちか。そっちですね。よし、これで開通。で、次、万人のもと、あの万人の心臓か。心臓をもらいに行く。殺しに行こう。行くぞー。さあ、どんなかな。ヘルヘム。まあ、ここはいつものとこね。で、こっからですね。お前さんがやろうとしていることは完全に無謀じゃ。
でさえ耐えられぬこの極寒を寒いまでしのげるとよいが。あ、寒いのか。ヘルヘーム。こういうところ。あの山よりもはるかに寒い。さあ、アイテム。まずアイテム回収して、で、そこから行こう。レイヤが言っていた橋か。これは世界の間にかかる橋。目指しているのは断罪の橋じゃ。死者はそこから死後の世界、ヘルヘームへと渡る。そこを守っている万人がお目当てのやつじゃ。この橋を進めば会えるじゃろうて。さあ、攻撃品。この場所に戻ってきたくはなかったの。久しぶりの工芸品、これ回収していこうか。そっち下だったらこっち、こっちも行けるよ。ヘルヘム、こっちなんだろう。サブルート、あ、これか。緑の、これもそのうち使えるようになるんでしょう。今まだできない。行こうか。自分、そういえば最近ですね、 YouTube でスポンサー機能、あと Pixiv で、なんだっけ、 Pixiv ファンボックスっていう機能ね、使い始めてみました。で、まあどういう機能かっていうと、こうフォロワーさんとかね、動画を見てくださってる方がこうクリエイターさんをね、支援できるというサービスで、あのサービス本当にありがたいですね。今ちらほらご支援くださってるんですけども、昔はいう仕組み本当になかったもんね。インターネットを通じて遠方から個人を支援するっていう。海外だとあれかな、あのパトロンというシステムがすごい有名ですね。刃の炎を使って道を塞いでいるその茨を焼き払え。あ、ここで茨か。さあ、その前に宝箱、よいしょ。さあ、ルーンアタック、ノーマルルーン。あ、これも別にあるのか。スパルタンダッシュ、 L1 をしながら R1 ダッシュ攻撃、よし。まあ、とりあえず装備して、で、燃やしてみよう。はい。こうね。またなんかすげえ声聞こえるんですけど、なんか変な人来た。亡霊かな。なんで、まあよかったらね、皆さんご支援くださると嬉しいです。はい。あ、突っ込み系か。さあ、ノーマルルーン。とりあえず、あ、ぶっ飛んだ。さあ、まだ来るかな。行ってみよう。ローションかわいいな。ただこうゆっくりしてらんない。これちょっと待ってね。こっち側、ここもあれかな、あのカラスいんのかな。パッと見ないけど。さあ、銭、銭取ってからの措置。あと、そこにお宝、あれも銭か。あっ、どこどこ、こいつか。槍の型いって、遠距離タイプ。これあの、なんだっけ、バイオ6のあいつか。ブランドショット思い出すな、飛んでくんの。よし、そこにいっぱいいる。なんだこいつら。亡霊か。死んだ者だけがいるはずの場所じゃが、この数、おそらく門が閉まっとる。冥界が満杯なんじゃ。審判を下すバルクリアがいない今、冥界が悲鳴を上げておる。地獄はいっぱいか。で、こいつヘルブルード、これ息子さん書いてるんですね。この顔のない奴らは僕たちに向かってまっすぐ走ってくるくらい攻撃的な敵。こいつらも氷の力を持ってるけど、父上の刃で簡単に蹴散らせる。多分こう息子さんが振り返る形で書いてる。よし、まあ、つまり復活は確定と。息子さん、まあ、死んだらちょっとね、残念すぎるよね、息子さん。じゃあこれをこう開通させてあげよう。はい、開通。あ、いけるんですね。すごいね、ゆっくりゆっくり亡者が歩いてる。亡者の行進。さあ、次この奥。
で、ここにもこれがある。この緑の。これどう使うんだ？まだできませんね。で、さらに、茨か。迂回しよう。これ燃やせませんね。こっちだ。よいしょ。こっちなんもないね。よし。ここを通って、そっち。ここ、敵来る？大丈夫？下どうなってんだ？あ、敵いますね。で、さらに茨。まずこっちかな。さあ、燃やして、銭を取ってと思ったけども戦闘モード。やり合おう。はい。敵3レベルか。打ち上げて、はい。よし。まだ来る。さあ、ルーンアタック。いいね。無知ですね。剣というより無知。よし。で、さらに銭と動物グイタン。ヘルリーバーロード。この敵には斧が効かない。素手で攻撃してスタンさせないと。あいつか。自分が散々アイスマンって言っていた、あの敵か。で、さらにもう一匹。ヘルリーバーガード。この盾持ちね。ヘルリーバーになってもちゃんと頭を使うみたい。さらっとひどいことを書くな。さあ次、下か。一旦こう、登ってから下。家の近くで略奪者を殺したが、ここへ来たのか。その割にはすぐ蘇ったな。各世界での時間の進み方は違う。特に霊界とつながっとる世界はの。アルフヘイムの光。あれとは逆じゃ。あそこはアルフヘイムより早く時間が進むが、ヘルヘイムはミズガルズよりも遅い。すまんな、ややこしいのは分かっとる。すぐに息子の元へ戻れるなら好都合だ。おお、飲み込みが早いの。これちょっと待ってね。落ちてくる。あっ、誰さん、なんだ、なんか出た。あ、弾き返したのか、パリで。さあ次、はい、弾き返す。で、宝箱、あれ消えたんじゃね。そこにあったよね。いけるか。待ってね。今日ね、撮ってるの5月1日。ゴールデンウィーク始まったぐらいかな。皆さんは何されてますでしょうか。うちの弟のラクダはね、また韓国に、なんかカジノ旅行に行くらしい。パラダイスシティっていう風に言ってた。あの子もね、カジノすごい好きなんだよね。借金とかしないけど、カジノがすごい好きらしい。あの雰囲気。自分そんなにハマんないんだよね、カジノ。なんかほぼほぼ運ゲーなんだもん。さあこっち、これ、おや、待ってね。それか。よし。オッケーです。で、カジノで有名なのあの方ですね。大王製紙の会長さん、受け継いだ会社のお金をこう100億単位で確か使い込んでいて、で、すごい問題になりましたね。あの方の番組見たよ、前に、ニュースで。仕事終わって、で、そのまま飛行機乗って、カジノ行って、もう徹夜で24時間ぐらい、もうずーっとカジノに入り浸るらしい。さあ、なんだ？次はなんだ？おや？なんか、テイって言ってた。あ、こいつか。さあ、この人、はい、まずい、あぶね。さあ、ここはルーアタック。後ろにいる。待って、見えねえ、後ろの方見えねえ、あぶね。
いやボケなすな。あの奥の人さ、ねえ、なんなん、投げすぎだろそれ。はい、おしょか。そのバルハラとヘルにある。いや違う、バルハラはアースガルズの一部じゃ。決められた死者だけが生ける。名誉の戦死を遂げた者などじゃ。ゲームは不名誉な死を遂げた者の地。罪人か。それと病気や災難、老衰で死んだ者などじゃ。長生きは恥ずべきこと。現状においては年は関係ないということなんじゃろ。次そっちかな。こっちから来たね。でこっちも行ける。こっちなんだ。宝でしょうか。何にもない。おや、あ、これか。こっからこう、茨を切って、特になんもないね。ですね。そっち行こう。よし。で、再び、この茨。これ、蒸して、こっちだ。橋の番人を殺せば死者が渡れるのか。それで今の事態が好転することはおそらくないじゃろうな。ヘルヘイムの中心部へ向かう障害が一つ減るだけじゃ。じゃが行きたがる奴もおらんじゃろう。ここにも亡者。番人ね、どこにいるんだ。この先50メーター。あとこっち。これちょっと待って。息子さんのあれじゃない？いや、これは、また来いってこと？要は。なるほど。ここまで来んのか。もう一回。クレートスないもんな。イカズチパワー。断罪の橋じゃ。あれが万人。死者が本当に死んどるかを確かめとる。奴が持っているのは、あのトーテムには魔術の源が含まれておる。ヘルヘイムの力そのもの。じゃが欲しいのは奴の心臓じゃ。早う手に入れていこう。どうやる？暴れればいい。得意じゃろ。あの人ね、見たことあるんだよな。動画のパート1で。どう見てもトロールで可愛いな。検品してんですね。みんな死んでるかなーつって。あれ可愛いね。よし、行こう。検品係倒しに来たよ。おい、生きてるじゃんつって。さあ万人戦、まずはルーンアタック。マートゥール・ヘルソン、野球選手みたい。マートゥール・ヘルソン、危ない。で消える。そっちか。はい、当たん。で再び消えて、そっちか。あ、これは取った。まずはペチロで回復。あれ、さっき回復なかったっけ。あ、そっちか。よし、意外とあの近距離攻撃をしてこない。なんだこいつ。何それ何それ。あ、こういうゲーム。さあ避けて突進。マジか、ここで撃ってくる。よし、チャンス。次どちら。そっち。なん、雑魚湧く。はい、
危ねえ。はい、弾き返す。返品作業。さあ、再びルーン当てて、よし、燃えた。次、ダッシュ。さあ、また湧く王者ちゃん。はい、ここで何そのワープアタック。待ってね、もうちょいしたらレイジを決めよう。でボコボコにしよう。で対応ダッシュ。あ、待って、これまずい。はい、でさらにお子さんたち来る。右のあいつは連でな。ちょっとさあレイジこれかけて、どっちだ、ボケ、そっちか。おい、これ消えるんでねえよ。よし、さあもうちょい、多分最後あれでしょ、潰すんでしょこれで。どこ行った。よし、おや、この子意外としぶといね。あー、まずた、今の来るんか。待ってね、もうこいつでよくない、これ叩くの。いや、すげえ湧いたな。おし、へばってる。はい、心臓を抜き取るのじゃ。ちょいと手が汚れるがな。これ待ってね、連打か。よし、心臓は取った、これでいいんだな。ああ、そうじゃ、ファイを退散せんとな。クレイトン、ゼウス。ゼウス、我が父だ。ゼウスがじゃと、こりゃたまげたわい。あの場所は何なんだ。行ってはならぬ場所じゃ。よいな、なぜ奴がここに。そんなはずはない。あれは幻影に過ぎる。ヘル、待ってね、一旦見ておこう。マートグル・ヘルソン、ヘルヘムの断罪の橋の番人。冥界で生まれて冥界で育った。トロール族の中で育つのは大変そうだけど、冥界で育つのはもっと大変だろうな。ヘムは住む者を自らの過去で苦しめるのじゃ。今はあの子の元へ戻ることに集中せ。で、混沌の炎、よし、強化アイテム、これ取ってレベル上げよう。
自分ゼウスよりさ、そっちの鳥が気になるんだけど、あの鳥子っぽい子、あいつなんだ。さあ次戻っていく。あ、待ってね。さあアイテム、これ取りまして、話はできない。これどう見ても重要そうなキャラクター、トリコ。さあどうね、すいません、今回時間の切れはちょうどいいんで一旦こだわりにして、で次回ですね、息子の元に戻っていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴッドボーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。